はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ、本日なんですが、ちょっとね動画にコメントをいただきましてですね、最新の UR 飲み環境が知りたいですというコメントがありまして、組んできました。やっぱバージョン多分 4.0 くらいだと思うんですけど、 UR 飲みデッキです。はい、デッキの中全て UR カードとなっておりまして、デッキ75枚全てが UR カードです。はい、まあ、あの石油王デッキと、ね、呼んでるんですけども、あのちょっと構築している中で僕ね、あの UR 環境結構変化起きてるなって思ったんですよ。これなんでかっていうと、まずね一枚書道ができてました。クシャトリアユニコーンっていうこれ UR 環境って今まで一枚書道っていう概念があんまなくて、グッドスタッフみたいなデッキだったんですよね。そのかぐやグッドスタッフみたいなのをの構築、まあ、例えばそのビッグフットとか、まあ、村雲みたいなモンスターとレベル2の中中くっつけて重心クロ出すみたいな、まあ、こういう構築しかできなかったんです、ほとんど。もうシナジーがないんで UR のみだと。なんですけど、このクシャトリアっていうテーマが、そのユニコーンから持ってくるパワーピアスで、パワーピアスでフェンリル特殊、フェンリルからライズハート特殊ってやると、まあ、一応、まあ、ちょあのライズハートから の, そのビッグバンとかは無理なんですけどね、あのリアリティがあれなんで、こういう感じのリアリティなんで。なんですけど、これ要はその動きするとレベル7のモンスターが 3.7 になるんでライズハート出るんですよ。だからその1枚でライズハート出るなと1枚でライズハート強くね、これということで、1枚書道が増えたっていうのと、あと組み合わせ書道も結構いくつか増えてまして、まずレボリューションシンクロですね。レボリューションシンクロはレベル3の中7なんですけども、レベル4とくっつくとエンシェントフェアリーが出てきて、エンシェントフェアリーと、レボリューションシンクロを蘇らせてクリスタルウィングシンクロドラゴンがいけるんで、これ結構動きとして強いっていうのと、あと、かぐやから入った時は、かぐやプラス、クリスタルウィングシンクロドラゴンみたいになるんですよね。エンシェントフェアリーでかぐや出せるんで。なんで、まあ、これはまあまあ強いんじゃないかなというところで、レボリューションシンクロンを入れて、レボリューションシンクロンと相性のいいレベル4のモンスター。まあ、ライズハートもレベル4だし、あと、まあ、ケルドとかね。あと、それから、まあ、ライヒハートも入れてます。で、ライヒハートも実は UR 環境だと一番初動で、ライヒハート召喚、一体でリンク、ライフォビア持ってくる、で、ライフォビア効果で、スタフロスト、で、スタフロストで、ライトハート破壊するして出てきて、ライトハート蘇らして、で、2体でなんか適当なリンクボスになってってなると、墓地に、スタフロストと、あとライヒハート溜まるんで、ビシャスアスラ出せるんですよ。はい。一番初動です、これ。で、これも一番初動だし、これも一番初動。だから、これとこれが揃った時って結構強くて、その、これとこれが揃った時はどういう場面になるかっていうと、ビシャス・アストラウド、ドナー・ライズハートみたいになるんですよね。あ、ライズハートか。みたいになるんですよ。これ結構強いんですよね。まあ、ちなみに、こいつでサーチできるカードは UR カードではありませんでした。一切。スキアクロ魔法トラップないからね、UR は。なんですけども、まあ、こういうシナジーのなんかちょっと若干の惜しさはあるんだけど、まあ、そんな感じで、意外と UR 環境も、進化していたかなといったところですね。で、なんか最初ね強いんじゃないかなと思って検索して入れようと思っていたカードが強くなかったっていう話を一応しておくんですけども、ディアビレスターですね。ディアビレスターがめちゃくちゃ簡単に出てくるレベルなので、しかもなんか UR カードセットに来てなんかめっちゃ強いんじゃないかと、現在法スネークアイ、これ現在法スネークアイ、を使って出してこれる炎属性レベル1の、モンスターで UR カードっていうのがなんかねあんまり強いのがいませんでした。はい、これ見ていただいて分かるんですけども、炎属性レベル1、UR と、検索すると一応ね4枚くらいはディアベルスターじゃない、これ4枚くらい出てくるんですけど、まずね、まあ、ポップルスはちょっと関連カードがもう全然、意味なくて使えないのと、まあ、サラマンダーも結局その UR がないから別にこいつが出てきたところで何もしないっていうのと、あとハイドランドは一応ターベラス持ってくることはできるけど持ってきたから何ってなると、まあクリカルガンテンドはまあそもそも出せねえっていうことで、特殊召喚モンスターじゃないから、あ、特殊召喚モンスターだからね。なのでディアベルスターが弱かったんですよ。なんでちょっとディアベルスターアウトし最初に言ってたんですけど、アウトして、最終的にこんな感じの構築に落ち着きましたというところですね。で、このネタレッキーみたいな感じで思われてる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、これ一応使ってみたんですけど、あのねやっぱね普通に強い。これポイント。普通に強かった。使ってみたら。やっぱね、UR カードってパワー高くなってきてるから、最近の現代遊戯王でも。やっぱ全部組み合わせてもね、余裕で強い。あと、ちゃんと手札が入ってるから、5点の勝率もまあまあある。ということで、
早速ねこの最強の一気ぶん回していきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー一枚書道はあるぞ。 UR 界最強一枚書道はあるUR 界最強の一枚書道。クシャドラユニコーンの効果発動。これちなみにね、UR デッキこすり続けてるじゃないですか僕一応動画で。なんか発見しました最近、これ一枚書道やっけってなりました。クシャドラパーピアスの効果。クシャドラユニコーンを対象に取り、デッキからクシャドラを一枚特殊召喚することができるぜ。属性がちゃうやつ。あー、うららね。あー、まあ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 、まあ、しょうがねえか。まあ、一応ね、うらら打たせることができました。ということは、私の増殖数字は通る確率は高いと。で、これで、ユニコーンの効果で、まあ、相手のエクストラをカンニングさせてもらうって、何デッキですかと。あー、楽園か。楽園か。これ何抜けばいいんだ、これ。マジわかんねえ、楽園の抜き方。まあ、一枚のカード抜くのがセオリーなんかな。でもさ、これ、冷静に考えてさ、これ2回使えるやん、大体楽園って。多分楽園をすべきも今ほとんどないと思うから、これアルビオンさ除外して、これ返しでアルビオン抜いたらアルビオン抜けんじゃね。だから結局さ、アルビオンが一番仕事するんだよね。だからなんかアルビオン抜くで、相手の効果使ったらもう一回アルビオン抜くでいいんじゃない。これアルビオンでどう。これ意外と困るんじゃねえかなって気するんだよね。なんかミラジェロとかルベリオンとか抜いてもどうせなんかね、なんか展開してくるだろうから、この相手のアドバンテージの起点となるアルビオンを2枚ぶち抜くことに僕は決めました今。はい、これです。これだ、上級者のプレイング。知らんけど知らん、わからん。正解は、てか皆さん何抜いてんのかな。ユニコーン使ってる場合、相手うわ強っ。まあエフェクト部屋あるんですけどね展開しないってのはそういうことなんで、展開しないってのはこういうこと。はい、まあ、一応ね、うらら召喚してなんかあのバロネスみたいなこともできましたけどね。まあさすがにユニコーンの方が強いと思ってるんで。あ、ちなみにバースないんで、ユニコーンを余裕を持つこと結構できないで、結構あのこれがね結構やばいこと。でクショドリアユニコーンの効果で、いやこれさすがにアルビオンでしょ。うん、まあ、メラジェイドとかね、あのアルビオンとかぶち抜くパターンももちろんあるんだけどね。ただこの楽園アルビオンをぶち抜いておくことによって楽園のマジックトラップカードに触らせないと。これよ、断罪ね。いいだろう。まあ、楽園融合は打たれそうだな、なんかわかんないけど。うん、まあ、ただ僕 G と裏があるんでさすがに強いんじゃないかっていう気はしますね。まあ、G 打ちますよ。はい、当たり前ですけど。でここにうらら合わせては来ない。おっと、通るね、全部通るねちなみに UR のみデッキ、まあまあの誘発量あるんで、結構誘発多いじゃないですか、あの UR って。だからね、あのあれなんですよ、あの皆さんが想像してる多分ね5倍ぐらい強いこのデッキふざけて作ってるけど結構勝てるから、うん、結構勝てんのよこれ。結構勝てる。さあとりあえず楽園融合。なるほど、楽園融合甘いでしょそれ。楽園融合甘いでしょ。お前それはうららだろ、当たり前すぎる。当たり前体操、高速でオフにしたからな今な。チェーンアルベルの効果って言った時にね、はいはい、でフュフュフュって言って無効になる。まあ一応断罪で回収できるけど、まあ打てないからあんま関係ないで、アナコンダもできないですねこれね。この場合は多分ね、こう白の楽園打った方がやっぱうららケアになるんで、基本的には白の楽園から入るのをおすすめしたいですね皆さんには。はい、言うてまあ白の楽園から入られてると多分ルベリオ・ミラジェイドみたいになって結構やばかったんじゃないかなっていう気はしますけどね。はい、でライフォビアか。まあとりあえずユニコーンの方が画像するわ。ユニコーンの効果起動。これは多分断罪のチェーンだな。断罪のチェーン。あの手札なんだろうな、わかんない。もう一枚のアルベルとかなんかな。カルテッシュとか出してるよね多分ね。そうっすね。これライフォビアから入った時は弱いんだよな。一応今回スケアクローのライヒハート入ってて、ライヒハートから入った時は強いんだけど、ライフォビアから入っても別に強くないっていうのがありまして、持ってくるこれるカードがあんま強くないですよねこれ。言うてこれサーチするカード UR ないんですよスケアクロー召喚したところでサーチするカード全部弱いっていうのが、弱いっていうかないっていう UR がっていうのがありまして、スケアクローの
あのテーマ内にね魔法トラップカードがでこれただ召喚するだけっていう、まあ、なんで入ってるかっていうとあのあれなんですけどねあの一応まあ重心機能できるかもしれないっていうのとビシャスアストラードが出るかもしれないかっていうことなんですけど、いや、私あのリンク召喚しても意味ないねこれね、リンクしても意味ないからパーピアス発動して、まあ、ユニコーンを対象に取り、デッキから、クシャトリアフェンリルを特殊召喚で、クシャトリアフェンリルの効果を発動。こちらのライフォビアは守備表示モンスターが3体いると、相手のカード何でも1枚破壊できるよみたいな効果あるんで、これは結構強いです。はい、で相手の墓地が、いやでもこれ回収のターン、これ楽園を打たれんのきっちいな。まあとりあえずクシャトリのライズハート打つか。でライジングハーツ打って、でこれ特殊召喚します。でまずライフォビア効果使います。アルベルもアルバスもあんまどっちも変わんねえよな、まあ、正直何破壊してもみたいなとこある、まあ、除外できるんだったら別なんだけど、はい、まあ、こうっすね。で爆発させて、でライズハート、これ多分アライズハートしてもあんまり意味ないんだよな。なんか結局アライズハートしたところで相手の楽融合回収から楽融合で動かれるのを確定してるんで、うん、そうだね、これでなんかルベリオンからのあのフュリアスとかされても意味ないんで、これそのまんまバトル入るの結構あるじゃんこれで、まあ、ぶん殴るときユニコーンの効果使います。でユニコーンの効果起動しまして、これで何抜くかだな。ここむずいぞ、これむずい、これわかんねえな。ミラジードなんかな、さすがに。あ、ルベリオン除外したらでも融合できないパターンあるか、普通に。まあでもルベリオン、いやでも全部抜きたい楽園融合でシロビオン出てきて、アルバス墓地送られて蘇生はあるか。でもこれうぜえマジで、魔法止めらんねえのマジうぜえ。ただ言うてアライズのハート君は別になんかあんま仕事しなそうだから言うてだよ。うん、そうね、楽融合で、あ、でもアライズ出したらルベリオン出てきた時ルベリオン除外したらもう出てこないか、ワンチャン。それはあるな、まあ、楽融合だよね。やばい、ちょっと待って、楽園クシャトリラ VS 楽園分からん、どうすればいいんですかこれは。一体全体何を抜いたらいいですか、ちょっとおすすめ教えてください皆さん。何を抜いたらいいんでしょうか。アルビオンを抜くという選択肢は間違っていたかもしれません、もしかしたらルベリオンとシロビオンとミラジェイドを抜いたら何もできなかったんじゃないかっていう話はもしかしたらあるかもしれません。僕の考えが甘かった可能性はあります。その中継地点ではなくフィニッシャーを、はい、増殖数字フィニッシャーを抜いた方が良かったのかもしれません。なんか上級者のプレイとか言ってなんか意味わかんないこと言ってたけど、これ全然もうほんとゴミみたいなプリングしていた可能性があります。楽園融合はいいでしょう。これ出てくるのだってルベリオンからのアル、何フィリアスか、またはアルビオン直接かどっちかだよね。まあゾージーからからアルビオン直接な気はするな、なんか相手でアルバスを相手のターンに特殊召喚しながらなんか、妨害作ってくるみたいな感じなのかな。うわー、五光の魔術師とか激キモカード来た、激キモカード来た、激キモカードじゃ、必勝。魔法トラップでもまあそこそこ入ってるから、まあなんとかなりそうな気するよね。うん、ただね、5個を貼られると何が起きるかっていうと、こっち、あ、魔法トラップカードをセットすることができないプレイヤーはモンスター効果、フィールドのモンスターの効果発動できないし、攻撃もできないっていう、めちゃくちゃ強い縛りが入っちゃうんですよね。だから、もう魔法トラップはまず引くか、また除去するかどっちかね。うん、どっちかが必要だと思います。さあどうする、魔法トラップカードセットできるのかな、手札にある。ああ、これかスプリガンズキットで持ってくるのか、やべえ、結構決めえぞそれ。スプリガンズキットで持ってくるのは決めえぞ。うわー、うぜえ、ここだ、
五光ムーブだ。対象取るね、エルベリオン。あ、アルビオンか。シロビオン対象に取るね。シロビオン対象に取るねの杖。なるほど。なるほどね。やるやん。調律。悪くないね。調律悪くないの。調律めちゃくちゃ悪くないぞ。ちょっと守備表示にしてから。ちょっと破壊するか。一回守備表示にして、ライフォビアの効果で、これどうしようか、どっちにしようかな。どっちだこれ。でも断罪は打てないからな。多分これ五光の魔術師破壊してしまって動いた方が良さそうだね。これなんか特に破壊対策ないもんな。でこれで俺の効果通るから、まずフェンリルの効果起動してサーチ入れてもいいのか。これ入れてもいいか。サーチ入れる。でこれでこうして、でこれ多分アルビオンの効果で多分アルバス特殊召喚してもコストないから融合できないじゃん。今相手手札コストないから、だから多分これなんとかなるよな。レボリューションシンクロン回収で1枚、ビッグフットが墓地送られた、まあ、あんま関係ない。でレボリューションシンクロン召喚だな。召喚でバローネス、これ対象と、待って、これ、打点いくつだっけ、あいつ。これ、守備表示のモンスターの打点分下がるんだよな。だから、バローネス出して3000になる。対象取れない。ワンキル取れんねえか。5600。ちょ、わかんねえな。ちょ、誰。やばい、ちょ、時間ない。わからん。わからん。難しい。バロネス特殊召喚。はい。はい。で、立って、出したらなんかできるか？シンクロ入ったっけ ?8。いや、6から入ってないか。いや、これ、リクルレベル8個いるな、これ。レベル8個いるわ。ちょ、やばい。時間ない。ちょっと、ほんまにやばい。ほんまに時間ない。で、バトルフェーズ入って、でこれで楽園融合回収されたとか。あれか、これ断罪破壊する必要ねえのか。断罪破壊する必要性すらねえわ。ちょ、ミスったわ。はい。でアルベルか、めんどくせえな。まあまあそれはいいわ。はい。いや全然大丈夫です。それはこれターン終了時までなんで問題ない。 OK。 でフェンリル、抗議宣言時除外。いや、断罪これ破壊する必要なかった。普通にミスった。やべえ、なんか よくわかんない。プレミめっちゃしてるけど、多分さすがに勝てそう。エンドフェイズさすがに勝てそう。手札1枚でしょ。で断罪で楽融合回収されて、楽融合は、バロネスで無効にできる。で増字あってフェンリラルから、いや多分さすがに大丈夫じゃね。多分、はい、オッケーです。全然 OK です。OK です。で、許すわけねえだろうが。許すわけねえだろうが。ボケがよ。しゃおら。手札1枚から何もいけない、あのピッキー。よっしゃ、危ねえ。鬼ほどプリムしたけどな。鬼ほどプリムしたけどな。なんかいけるわ。召喚で、照英かっこいいか出すか。照英だけ自慢して、おい、相手もこのデッキ何ってなってたの。これ60枚スキアクロー、クシャトリラ、バロネス、レボリューションシンクロ、何このデッキってなってたのこれ。デッキレシピを見てヒレフスがいい。 UR のみデッキや。いやー、まあ悪くはないんじゃない。これ悪くないだろの判断じゃないこれ。で結構、ね、ちなみにほんとありえない量の誘発結構入ってるんで、まあ割とね後手もまあやれます。はい、言うてディアベルスター OK。 ディアベルスター OK。 でディアベル効果起動を
現在法スネークアイ、リリース、はい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 、いいでしょう。まあエクセルなんかな、まあさすがにエクセルか、リクルート効果もできなくなるしな、エフェクトベーラーは。まあ多分これ結構強いんじゃないかなっていう説あるね。はい、まあこっから貫通して動いてくるやったら2ビルブレスになるんじゃないかなっていう気がします、一応。まあただ俺初動ねえのかこれ、きついな。現在法スネークアイ、はい、で、戻してワンドロー、なるほど。いやこれニビル一応打てるだろうけど、展開してくるようであれば。ただ俺は初動がないぞ、大丈夫か、なんか超烈は初動ではないからな、はい、シンクロを持ってくるだけであって別に何一つ起きないという話あるからな。うわー強引だめちゃくちゃ強引だ。なるほど、1,2,3,4、これ4回目だよね。でオークからのスネークアイ、まあ、ここでぶん投げる。5回読書がしましたね、あなたね。おいーおいートークン殴れる、よし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 、トークンザコいぞ、相手のトークン1200、1700、これでかい、よし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 、止まった、オッケー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 、クリティカルヒット、エフェクトベーラーとニビルクリティカルヒット、カグヤ強い、カグヤ強ない、やばい、これレベル4とのくっつき見せる、これこれね、カグヤマジでカグヤやば、フェアリーテイル、カグヤ召喚で効果起動、カグヤでカグヤ持ってくるじゃないですか、これ4とね、レボリューションシンクロとのくっつきは本当に強いんでね。で調律なんかあるな、フリーチェーンで打てるカード、まあ、シルビアは打てないから、財宝狩りとか無限抱擁とかそっち系なんかな、あハッカーとかもあるか、一応エンシェントフェアリーを出しに行きます。でフィールド魔法ちょっとないんですけども、こちらのエンシェントフェアリー相手のね、なんか邪眼神殿とかも破壊できるから、まあワンチャン強いまであるね、これ今環境わかんないけど。でエンシェントフェアリーの効果を使うか否か問題なんだけど、バトルフェーズが行えなくなってしまうという、あ墓穴じゃないんだ、墓穴あったら多分使ってる気がするんだよな、これ墓穴じゃない、フリーチェーンでシルビアでもないから、まあ財宝狩りか無限抱擁かなんだけど、バトルフェーズ行えないんだろうな、うんー、いやまあクリスタルウィングじゃないですかね、さすがにクリスタルウィングで、でまあ影はちょっと出せなかったんだけど、まあ問題ないかなと思います。多分バトルフェーズできた方がちょっと一応遠くもしょれるしライフも取れるしということで、こいつは殴る意味もあんまないから、打点アップしたところでもう一回殴れるわけじゃないしな。でこれでぶん殴ります。で2ビルで2ビルトークンを爆破、クリスタルレップのクリスタルセッチ、よし、さすがにモンスター効果2回無効あるし、墓穴あるし、これさすがに強いでしょ、さすがに強いと思うけどね、うん、さあかかってきなさいよ、あーやっぱそうだね、うんうんうん、そんな気がした、はい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 。でディアベルスター、ディアベルスターメインフェイズ続きません。ディアベルスターが今手札にあって、財宝狩りは今墓地なんもないか、ワンドロー入らない、で財宝狩りが出てくるか、あーなるほどね、ディアベルスター特殊召喚、オッケー、墓地から回収しなかったことを後悔させてやろう、墓地から回収しなかったことを後悔させてやる、てめえ墓地に同じやついるぞ基本的に多分ね、ディアベルスター墓地から回収した方がいいですね、まあ、なんか特別な理由がなければね、多分なんでかというと墓穴はめっちゃ踏むからです、はい、なんでディアベルスターは基本的にはその財宝狩りのあくまで墓地から回収を選んだ方が、まあ、基本的にはいいです、はい、やるやん許すわけねえだろうが、クリスタルリングシンコドラゴンの効果、相手が発動したモンスターの効果を無効に社会する、プルルルッバゴーン、つえそして誰もいなかった俺のターン、ドロー、あーなるほどね、これ見せれるわ、これライトハライヒアとかライヒア UR 界
におけるライヒハートムーブ見せていくわ。 UR 界で許された最強のムーブ、ライトハートからのライトハート効果でライフフォビア。こちらに、UR のみデッキをね、僕いつも組んでるんで、いや UR であればあるほど結構ね嬉しいんですよカードが。ちょっと特殊でしょ。ちょっと特殊人類なんで、はい、あの UR であればあるほど結構好きなんですよねカードが。こういうことできるから。でライヒハートが、墓地から蘇ってきまして、でドナドナドーナーして、はい、でドナドナドーナーちゃん出します。で墓地のこれこれ除外してビシャスアストラルド、どうこれ。強いでしょ。強いよこれ。見てこの盤面、はい、バトルフェイズ、よレプロクリスタルステッチ対戦、ありがとうございました。やばいぞこれデッキ、ふざけて作ったけど結構強いわ。あー悪くないね。まあ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 、悪くな、悪くないだろうなこれ。結構手数は出そう。8-2で10もできるし、あと7-3からの1で8もできるし、だ結構手札的には強いかなって思いますけどね。まあちょっとビッグフットが成功するかどうかにちょっとかかってるところはあるかもしれないけど、ライズハート召喚から入ってだなこれ。ライズハート召喚から入って、まあ多分これビッグフット効果起動してみたいな順番かな。うん、はい、あ財宝ですか、めんどくさいですね。いや財宝リソース力やばすぎてさ、ほんまにやばいよなこれな、使ってて思うけど俺も。まあ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 、そのくらいは勘弁しといて差し上げましょうといったところでございますな。アナコンダシルビア、シルビアミラジェイド、シルビアミラジェイドってことね、これ楽に融合。もうなんかもうアナコンダちょっと怪しいけどねこれ。アナコンダそろそろ怪しくない、クリスティオン。出たゴミだ、ゴミデッキきた、ゴミカスデッキきた、マジのゴミカスデッキきた、マジのゴミカスデッキ、うわきっしょ。魔法族の里反応、いや無理じゃね、魔法使えないこれ、魔法使えない、ディアベルスターいるから魔法使い、いや家具屋あったらいけたな、家具屋いないで、クリスティア爆弾する、特殊召喚できない、おしまいじゃねこれ、キモいだろこれ。使い方として良くないよねやっぱり。アナコンダのさ、この使い方としてさ、もうほんとゴミ中のゴミやんこれ、使い方としては。これアナコンダこれ怪しいっすよ、コナミさん、コナミさんちょっとこれアナコンダマジ怪しいっす。もうさすがにこれセットセットするしかねえ。ほらあのあれだな、なんだっけ、ビッグフットの効果使ってなんとか処理するしかねえ。さあ行けビッグフット、行けビッグフット、あーまずね、でビッグフット、おい資源だってお前今はいいんだよ、そんな捨てられなくても、もう無限回使っていくしかねえ。いけビッグフット、ビッグフットはビッグフット自身のところで捨てられた場合、捨てられた場合っていうか手札から捨てられた場合、フィードのカードを一番破壊することができる持ってか表情どれや、さすがにクリスティアか、クリスティア爆破、クリスティアは爆破し、そして、デッキトップに、送り込んだクリスティアをデッキトップに送り込んだクリスティアをクシャトルラライズハートで除外して嫌がらせをする以外に俺は道がねえもう。はい、アブロイドぞ、なんだリンク3以下だっけ、リンク3以下、あじゃあ破壊されんのか、え、ああそうか、あそんな方あったな、やべえちょミスった、危ねえ、モンスター捨てられてたらクリスティアの除外が届かなかった。まあちょっと一応クシャトリラライズハート使います、クシャトリラライズハートの効果を起動し、クシャトリラユニコーンをゲームから除外することで相手のデッキトップを3枚除外、死ねクリスティアが、くたばれクリスティア、あ、タンシュロです、すいませんでした。
そうでした。きっしょきっしょきっしょこいつのデッキ。いやこれ何がいけないかって話なんですよ。これ何がいけないかっていうとアナコンダなんですよ。はい、アナコンダなんです本当すべては。